俺にはゲイの弟がいた。先月その弟が亡くなり、夫であるマイクが我が家へやってきた。あんたがマイクか。レオジ、レオジ、離れろよ。私マイク・フラナガン、カナちゃんのおじさんです。男同士で結婚、そんなことできるの？できないよ。できますよ。マイクだ、マイク、おかえり。ただいま。四六時中マイク、マイク、マイクって疲れるよ。カナダでは男同士で結婚ができると。しかし日本では事情が違いますよね。カナ、久しぶり。カナ、寂しいのかな。ママがいたらとはいつも思ってるだろうな。パパには絶対内緒だよ。悪影響があるといけないから遊びに行っちゃいけませんって。悪影響ってどういうこと？もし子供に悪影響があったらどうするの？男同士で結婚して変態なのよ。カナも寝なさい。マイクは悪い子じゃないよ。あ、いや、そういうことじゃなくて。違うもん、カナのおじさんだもん。付き合ってくれ。マイク、ハグ。両親との約束を守るために私日本に来ました。カナデに帰った後でもずっとカナちゃんのおじいさんです。俺と君は今は夫婦じゃないし、マイクは義理の弟で、こんな関係をどんな風に呼んだらいいのかなって。弟の夫、 BS プレミアム3月4日夜10時スタート。